皆さんこんにちは。やっとですね、私の沖縄、キャンプ取材ということで、今日で、一応終わりまして、明日オープン戦自体は明日まだ残っておりますけども、私の予定としてはですね、いよいよ、明日帰ることになりました。まあ10日ほどね、この沖縄に、滞在しておりました。まあ今年はね、ちょっと残念ながら、まあいろんなスケジュールの都合もあったりして、各球団全部行くことはできなかったですね。特にまあ、本当はベイスターズとか広島もね、キャンプ地に行って、まあ挨拶ガタガタしたかったんですけどね、ちょっと残念ながら、日程がちょっと詰まってまして、まあ俗に言う、まあ企画ものはまあ一つもあったりなんかしてね、残念ながら、まあ、ご報告することは、まあ、できなかったんですけど、まあ、いずれにせよね、オープン戦というのはまだ3月いっぱい続きますから、まあ、その間に、いろんな、情報等を含めてね、まあ、お送りできるかな、というふうに思います。まあ、今回は、ヤクルト、それからまあ、巨人ですね、それからまあ、今日はもう阪神ということで、話題は、まあ、そのあたりの話題を、出させていただきましたけど、さて今日ですね、今日は、浦添のヤクルトキャンプ地で、ヤクルト対阪神戦ということでね、オープン戦に行ってまいりました。で、今シーズン入ってからはまだキャンプ地のね、宜野座には行かなかったもんですから、岡田監督が直接話を聞かなかったということもありましたので、今日はですね、まあ早めに、球場に入りまして、バッティング練習を、まあ、してる時にですね、グラウンドに行きました。まあ、グラウンド入ったらちょうどね、タオとヤクルトの編成部長ですかね、この二人が、まあ、いてね、で、ちょっとみんなで、三人でベンチの中で、雑談をしつつですね、阪神の選手の動きをこう見てましてね。で、まあ、ある程度、ちょっと時間が来たので、まあ、岡田監督一人で、まあ、バッティングゲージの後ろにいたもんですから、まあ、私もグラウンドの中に入っていきましてね、岡田監督に久しぶりに、会いました。まあ、いろんな解説者がね、やらないやらで、取材やらな、いろんなことで、まあ、受けて、まあ、いつも、喋るの大変でしょうけどね、監督中な、まあ、でもね、各チームの監督、メディア対応というのは、このキャンプの間はね、なかなか大変です。まあ、ある程度記憶の知れてる人、または、まあ、あまり付き合いのない人、なんとなくはやらざるを得ないかなと、仕事上喋らなきゃいけないかなとか、まあ、いろんな様々なね、シチュエーションがあるわけですが、まあ、私は何と言っても、まあ、その、阪神出身ということもあったり、それから、まあ、私が現役時代に、ちょうど岡田監督がね、まあ、早稲田大学から関西出身のスーパースター久しぶりに、阪神に入団するということで、こう話題が、まあ、非常に大きくなった、その時期に一緒に、まあ、プレーをね、しました。まあ、私が投げてる時に、セカンドショートを守ったりもしてたし、まあ、打線の中心打者でもいたわけですから、まあ、そんなこともあってね、まあ、長年いろんな話をしたり、まあ、時々やったり、飯食ったりとか、いろんなことがまああってですね、まあ、ゴルフも含めてそうですが、まあ、去年、監督になって以来、まあ、監督業というね、66歳になった岡田監督のね、野球観というようなものも含めてね、まあ、そういった、こう、頭がありながら、今日はですね、まあ、一番のテーマは、まあ、といっても阪神が、連覇するかどうかというあたりでね、これは多くの、まあ、野球ファンも関心があることだと思いますし、阪神ファンもね、まあ、皆さんほとんど連覇間違いなしというような、まあ、空気の中での、キャンプ、まあ、順調に仕上がっているかどうかみたいなことも含めて、ちらっと、まあ、雑談風にね、話をしてきました。そういうことで、岡田監督と久しぶりに会って、まあ、今シーズンの話とか、まあ、今までのちょっとキャンプもね、2月1日から始まって、もうかなり疲れてると思うんですね。で、オープン戦もまあ、始まって、ちょっと状況がですね、まあ、前半のキャンプ前半と今とは違うわけですけど、まあ、そんなことも含めて、ちょっと久しぶりにヨーヨーということでね、いろいろ話しました。で、まあ、一応聞いてみたら、まあ、順調にここまで来てると。まあ、故障者もほとんどなくてね、
一つ心配の種は、まあ、私はむしろ投手陣だと思ってですね。で、打線はもう、昨日もお話しましたようにね、まあ、巨人のような日替わり打線ではなくて、これはもうキャンプの、オープン戦の初日から多分シーズン入ってもずっと、日替わりメニューになってくるんじゃないかというふうに思われるようなですね、巨人と、まあ、その別に決めろと言ってるわけじゃないんですよ、オーダーをね。まあ、しかし、オーダーはもう決めて普通にオーダーを組んで、メンバーを固定する、この阪神。そのメンバーがですね、を脅かす選手も含めて、チーム力のこの層の厚さとかなんかいうようなことでね、阪神の今の状態はどうですかということでね、まあ一番怖いのは何と言ってもこれ岡田監督も一番の心配はね、やっぱり選手の故障なんですね。で、やっぱりその故障が、現在今のところ大きな故障もないということでね、まあ一つあるのは梅野捕手がね、まあ、肩が痛いっていうね、肩とこの、このなんか脇のあたりが痛いらしい。で、この辺がまあ肉離れをしてると。で、まあ今日も阪神担当の記者も何人かいましたんで、グラウンドでまあ聞くとね、まあ梅野がやっぱりそうは言ってもね、なんとか開幕には間に合わせて出てきますと言って、まあ意気込んで頑張ってるそうですね。まあその梅野の心配もあります。しかしまあ去年もね、怪我して、その後、まあ、坂本が出てきて、まあ大活躍したわけですから、まあそこら辺はいたしかよしのところもあるでしょうけども、岡田監督にしたらね。ただまあ、やっぱり本来は岡田監督は梅野を使いたかったところもあるわけですが、しかしまあ、両者の力はね、拮抗してると思いますし、コンディションの良い方を使うというのはこれ当たり前ですね。で、そこでまあ、故障者も含めてね、ちょっと一人だけ心配なのは、大竹がまだあんまり本格的にこう名前が出てこないということで、大竹はどうですかって聞いたら、まあ今日あたりからもうブルペンに入ってね、調整が始まりますんで、まあそれも心配もないですよ、なんつってね、岡田監督が言っておりましたね。さて今日はね、そこも含めてね、まあ順調に来てるということを前提にオープン戦が昨日から始まりました。で、今日はヤクルト戦ということで、まあ今日はどうですか相手のヤクルトはとか、まあ巨人の話もちらっとしたんですよ。実はね、まあまあまあ言えませんけど、まあ巨人の話はもういいでしょう、まあ。とりあえず今日のヤクルトはどうだということでね、まあ聞いたら、まあやっぱりまあ、なんと言っても村上一人かなと、いうようなところもあるし、打線はまあ心配もないけどね、まあ、去年並みだと思いますよ、なんていうな、そういう雰囲気でしたね。そういうことでね、今日の、ヤクルトのまあ一番心配事というのはまあ先発ピッチャーですけど、今日はヤクルトはね、石川投手を先発させると。もうベテラン44歳か5歳ですか。このピッチャーを出してくるということで、まあ、阪神もやっぱ考えてるんですね。で、岡田監督が、いや、まあ、今日のオープン戦はね、一応、石川が出てくるんで、うちらスターティングメンバーに若い選手を全部揃えてと。まあ、ほぼ、若いというのと、まあ、一軍半的なね。まあ、そういう選手を揃えたんで、彼らに前半、石川と対戦して、まあ、そんなに長いイニング投げないでしょうから、対戦させて、まあ、ある種勉強させると。で、5、6回過ぎたら、レギュラークラスをどんどん出してきますんで、まあ、そういう展開で今日の試合は、ヤクルトをやりたいと。で、まあ、オープン戦になると、ちょっと練習も不足してくるしね、ちょっとその辺が心配ですね、と。いうようなことを、まあ、話したりですね。まあ、連覇には並々ならぬる、自信もありますから、まあ、今の状態としては、阪神はですね、まあ、岡田監督の方針通り、思った通りの展開で今来てるんじゃないかなというふうに今日の会話の中からも伺いました。またおいおい皆さんにお話したいと思います。それでは。